はいみなさんこんにちは。みーちゃんのつぶやきです。今日はコストコのデリカの新商品、オータムパンプキンサラダの紹介をしたいと思います。値段は1380円でした。これなんですけど、これデリカの新商品で、ちょっと前のメールマガジンでも、こんな感じで紹介してまして、ヨーグルトの酸味がかぼちゃの甘みを引き立てるデザート感覚でどうぞ、なって書いてありまして、 デザート感覚のサラダってどんな感じなんですかねこれも食べてみたいなと思って買ってきました。蓋を開けるとこんな感じで最初にこのオレンジのシロップ漬けがもうすごい目を引いてインパクトありますよね。この辺がかぼちゃを和えたやつですかねそれにこのピンクペッパーって言うんですけどこの赤いつぶつぶがなんかおしゃれな感じですよね。 あと、かぼちゃの種とクルミとかも入ってて、で、この白いのがヨーグルトのソースですね。なんか初めて見るビジュアルって感じで、どんな味すんだろうなーって感じで、デザートっていうのもなんとなくわかりますね。お皿に盛り付けてみたのがこんな感じなんですけど、まあ、ただよそっとだけなんですけど、すごいなんかおしゃれで華やかな感じですよね。いや、もう美味しそうですよね。 それで味の方なんですけど、まずそれぞれの具材を別々に食べた味の感想から言います。まずこのカボチャのサラダなんですけど、これがベースなんですけど、カボチャを粗く潰してるので、すごいホクホクな感じがして、食感が良かったのと、それと味はマヨネーズ系の味で、ポテトサラダみたいな味っていうんですかね。ああいう感じの優しい味付けの、 かぼちゃサラダでした。次に、このヨーグルトフィリングっていう白いドレッシングみたいなソースなんですけど、これも酸味の効いたマヨネーズ味っていう感じの味で、爽やかで癖のない味で、すごい酸味がかぼちゃのサラダと合ってて、爽やかな感じを出してました。次に、このオレンジのシロップ漬けなんですけど、甘酸っぱくて、オレンジをシロップで煮込んだような、 感じなんですけど、普通に美味しいんですけど、これ皮がついてるんで、皮の苦味がなかなかこれアクセントになってて、この苦くてちょっと大人の感じの味になってアクセントになってました。それで、これ食べる時なんですけど、こんな感じで輪切りで入ってますんで、ちょっと食べにくいんで、食べる時にこれカットして混ぜちゃって食べると、食べやすいのと、 味もいいかなっていう感じがしました。次に、かぼちゃの種とくるみなんですけど、食感と香ばしさがもう、このサラダのアクセントになってる感じで、香ばしくて、サラダにくるみ入れたり、かぼちゃの種入れたりなんていうのが、やりそうでやらないような感じなんで、すごい初めて食べる感じで、食べたことある食材なんですけど、初めて食べる感じで、 すごい香ばしくて食感がいい感じで、これ他のサラダとかにも応用して真似してみようかなと思いました。次にこの赤い粒々のピンクペッパーなんですけど、これちょっと調べてみたんですけど、ピンクペッパーとは胡椒木の木の実を乾燥させた香辛料の一種である。山椒もどきの木の実もピンクペッパーと呼称される。日本では西洋七かまどや 熟して赤くなった完熟胡椒のことを指すこともあるって書いてありまして、山椒とか胡椒とかそういう系統の赤い実ですね。それをピンクペッパーって言うみたいです。それでまずこれ見た目が赤い大きい粒々なんで、すごい鮮やかで、味はやっぱりちょっと山椒とか胡椒の系統のィリッとした感じがあるんで、お子さんとかは ちょっと少なめで最初試した方がいいかもしれないなと思いました。一個だけ食べてみて、それから追加する感じがいいと思いました。それで全体的な味の印象なんですけど、まず華やかっていう感じがしました。それで全体的に甘酸っぱくて、オレンジとかカボチャも甘いんで、本当にデザートっていう感覚もちょっとありました。それで、 かぼちゃの種とかくるみが入ってる感じがすごいなんか意識高い系のサラダって感じでオレンジのシロップ漬けとかほんと家じゃサラダなんかに入れない感じの具材が入っててそれが全部一緒に合わさるともうすごい華やかで食べたことないような甘酸っぱいかぼちゃのサラダっていう感じになっててすごいこのかぼちゃのサラダをオレンジのシロップ漬けだとかくるみだとか かぼちゃの種が引き立ててる感じがして初めて食べる感じの味で美味しかったです。それでごちそうさまということですね。今日はコストコのデリ,リカの新商品オータムパンプキンサラダの紹介をしました。この時期らしいもうかぼちゃのサラダで食べたことないようなヨーグルトソースだとかオレンジのシロップ漬けだとかクルミだとかかぼちゃの種とかトッピングしてあって 本当に初めて食べる感じの華やかな美味しいサラダでしたんで皆さんもよかったら一度お試しくださいチャンネル登録いいねとよろしくお願いします今日はこれで失礼しますありがとうございました